地球環境戦略研究機関アイジェス理事長竹内和彦様よりビデオメッセージをいただいております皆様こんにちは地球環境戦略研究機関アイジェス理事長の竹内でございます本日は長崎グローバル専門家会合へのビデオメッセージの機会をいただき大変光栄に存じます本会合の主テーマであるプラネタリーヘルスはプラネタリーバウンダリーを超えた人間活動が地球環境とともに 人々の健康にもたらしている危機的状況をいかに克服するかという重要な問題提起であると認識しておりますさて本年3月20日に IPCC 第6次評価統合報告書が発表されましたこの報告書の政策決定者向け要約では気候と生物多様性について詳しく報告をしていますすなわち気候変動によって地球上のほぼ全ての生態系や生物多様性が深刻な影響を受ける一方で 生態系の持つ炭素固定極端気象や自然災害の干渉といった機能が気候変動の緩和と適応の両面で非常に重要であると述べていますそのため気候変動対策には人為的な炭素排出を最小化するとともに自然生態系を守り回復させることで自然生態系の持つこのような機能を最大化することが必要であると提言しています他方生物多様性が人の健康に欠かせないものであることは 生物多様性に関するイピベスの地球規模評価報告書に示されています例えば世界人口の約半分にあたる推計40億人が自然由来の薬を利用していることが知られていますこの他にも食料生産や水や空気の浄化機能なども含め自然は人々の健康をあらゆる面で支えています2020年以降の新型コロナウイルス COVID-19 の世界的な感染拡大は 生物多様性に代表される地球の健康と人々の健康との深い関係を改めて認識する機会となりました。イピベスが2020年に発表した生物多様性とパンデミックに関するワークショップ報告書によると新興感染症の70%がズーノシスと呼ばれる動物由来感染症であること30%が農地の拡大や都市化といった土地流変化に起因していると指摘しています。 ワンヘルスアプローチという地球環境と動物や人間の傾向を統合的に捉えるアプローチがコロナ禍を契機にますます重要視されるようになっています私が理事長を務めるアイジスでは COVID-19 パンデミックの停留には非持続的な経済社会システムがあるという認識のもとコロナ禍からの回復を持続可能でレジリアントな世界への転換へと導く 意思決定の枠組みとしてレスポンス・リカバリ・リデザインという三段階のトリ RRR フレームワークを提唱しましたレスポンスは現下の危機に対応する短期的なアクションリカバリーは落ち込んだ経済や雇用の回復を目的とした中期的な対応でグリーンリカバリーなどが該当しますリデザインはポストコロナの経済社会を長期的にどのようにより良いものにしていくのかの戦略です 3つの R をバランスよくかつ同時並行的に進めていくことが重要ですまたアイジェスレビューによるとアジアをはじめとする開発途上地域では COVID-19 の健康影響と致死率が大気汚染によってより深刻化することも知られていますこうした地域では化石燃料によるエネルギー生産消費に伴う炭素排出に加え室内を含む大気汚染も深刻なことが多く アイジスでは気候変動と大気汚染という2つの課題に同時に取り組むコーベネフィットアプローチを推進しています。私のメッセージでは気候変動と生物多様性が相互に密接な関わりを持ちながら人々の健康に大きな影響をもたらしていることを強調させていただきました。プラネタリーヘルスの実現にはプラネタリーバウンダリーの範囲内での成長を目指すことが重要です。そのためには 専門性の壁を越えて、俯瞰的、統合的な立場からの研究の展開が不可欠であると考えられます。本日の皆様方の議論がそうした方向を導く大きな契機となることを心より願って、私のメッセージとさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。